磁石変更フィルター、PL フィルター。私こんな感じ。これをどうやって作ったかと言いますと、なんですね、ゴムのゴムシート、厚さ1ミリですね。このシートを切り出しまして、接着するという、大変シンプルな工程なんですけど、で、どうやったかと言いますと、こちらのアクションカメラにも、作ってみたいと思います、アクションカメラごとにですね、このサイズが微妙に違いまして、こちらはちょっと入らない、きつくてですね。で、作り方やっていきたいと思いますが、まずですね、私はこちらのカメラの時は8ミリぐらいで設定しました。ですね、7ミリぐらいじゃないか、8ミリ、8ミリぐらいでやってみたいと思います。で、これを、輪っかにしていく、こういう感じですね。輪っかにしていく、こういう感じなんですけども、ここで輪っかにするためには接着しなきゃいけないですよね。あとは接着の、二重になる、これぐらいあればいいでしょうかね。このためにどちらかの端を切ります。
重なる部分、このままだとちょっと段差が目立ちますので、ちょっと薄くします。カミソリ、この時のカミソリは必ず新しいものを出して使ってください。古いものだと切れ味が全く変わってきます。したら剥がしてもう一回やりましょう。それか複数のものを作って、複数人に何個か作ってぴったり合う、きつすぎず緩すぎずというのを探し出すっていうのはいいかもしれませんね。接着剤が乾く前に圧着しない。釣りやる方はレーダーのフェルトを貼り直したりしたことあると思うんですけども、失敗する原因の 99% は接着するのが早い、表面がもう乾いて指で触っても接着剤がつかないぐらい乾いてから、感覚的には遅すぎるかなっていうぐらいのタイミングの方がうまくいきます。早すぎるタイミングで接着した場合、なかなか貼り付きませんよね。Amazon で購入した、リンク載せときます。2枚切り出した、両側にフィルムがあるのでお気をつけください。で、これをこれですねに合わせて切って貼り付けていくという感じですね。はい、
まり内側に取っちゃうと、するときに使いやすいと。これが一番変更が効いている状態に対して9